フルート競争曲はフルートを独創楽器とする競争曲。一般的な競争曲の特徴については競争曲を参照のこと。バロック時代、特にフランスにおいては競争曲とともにコンセールという語も用いられていた。コンセールは競争曲よりも小さい編成に用いられる傾向にあったが必ずしも明確に使い分けられているわけではなく、 日本のフルートのための無伴奏競争曲のような要例もあった。ここでは編成の遺憾に関わらず、コンチェルトとされたものを取り上げ、コンサートは除いている。ロマン派においては、競争的二重奏曲あるいは競争的第二重奏曲といった作品名がしばしば用いられた。これらの多くはフルートとピアノによる作品であるため、このコーデは触れていない。バロック時代、 フルートは王公貴族に好まれたこともあって、多くのフルート競争曲が作られた。中でも、ビバルディの作品の内表題のついた、海の嵐、夜、五色秘話がよく知られている。一方で、ヨハンゼバスティアンバッハの還元楽組曲第2番は、何反して、弦楽合奏を伴奏とした、事実上のフルート競争曲であり、今日では、フルート奏者にとって、 最も重要なレパートリーとなっている。古典派においては、モーツァルトによる2曲が極めて重要であり、すべてのフルート競争曲の中で最も演奏機会が多い。また、カール・シュター・ミッツの都庁長は、フルート学習者がしばしば演奏するレパートリーとなっている。ロマン派のフルート競争曲は、フルート奏者が作曲したものがほとんどであり、その中で現在帰り見られるものは、 ほとんどない。フルート奏者以外の手によるものとして、ライネッケの作品が比較的演奏される。また、セシル・シャミナードの小競奏曲は単一楽章で規模が小さいこともあり、ピアノ伴奏でコンサートピースとして演奏されることが多い。近代では、イベールのフルート競奏曲がモーツァルトに並ぶ傑作である。他に、ハチャトゥリアンの作品もバイオリン競奏曲からの 編曲であるが演奏機会は多い。日本人によるものでは、小高久忠の競争曲が代表と言える。作曲家の生都市順に掲載。フルートを含む複数の楽器に独創的役割を持たせた作品も挙げている。ありがとうございます。